シントマス主義は、19世紀後半に、ローマ教皇レオ13世の会直、天使的博士、聖トマス・アクイナスの精神に基づく、キリスト教的哲学の復興をきっかけに起きた、トマス・アクイナスの進学、哲学を現代に復活させる、思想ないし運動を言う。広い意味でのトマス主義であるが、スコトス主義に対する教義のトマス主義と区別する意味で、 シントマス主義ないしシンスコラ主義と呼ばれることが多い。ネオトミズムとも、カトリック信仰を前提とし、哲学を進学の会に置き、法と民主主義を遵守して生活することを胸とする。その影響は後半で学問の分野を問わず、世界各国にも及んでいる。代表的な論者に、フランスのエティエンヌ・ジルソン、ジャック・マリタンがいる。人間の本性に即して、 理性的に社会制度の長所、問題点を検討するという自然法に基づく方法,法論は、シュライバーのトマス以降のスコラ経済学、クールマンのトマスの方学における権利に関する法概念、オットーシリンクのトマスの国家、社会教説、リンヒャルトの聖トマスの社会諸原理などに結実している。日本では遠藤修作、田中幸太郎、星野英一らが影響を受けている。 ありがとうございます。